こんにちは、花森です。今回は私の使っているキッチンツールをご紹介したいと思います。私は学生の頃から一人暮らしをしていて、料理も結構好きな方なので、ツールには少しこだわっています。ほとんどが5年以上使っているもので、今回はいいと思うものだけ皆さんにご紹介したいと思います。はい、まずこちらはビタクラフトのデンバーという片手鍋です。で、これは使用して6年目になります。で、このお鍋すごく良くて、何がいいかというと、まず焼く、煮る、油物もできるし、無水調理もできて、とても万能です。あと素材がステンレスで、10年保証がついているくらい丈夫で、綺麗に保つことができます。こう見ていただくと分かると思うんですけども、6年経ってもめちゃめちゃ綺麗なんですよ。もちろんお手入れはしてるんですけども、ちゃんとお手入れしてあげると、ずっと新品同様に使っていくことができます。1人分とか2人分の料理をするのにちょうどいいサイズかなと思います。はい、次はアレッシーのケトルです。アレッシーはイタリアのデザインメーカーが作ってるものなんですけども、これはステンレスのケトルになります。色は4種類あって、私が持っているのはブルーの持ち手のものです。で、名前がバードケトルという名前で、本来この注ぎ口のここにちっちゃい小鳥みたいなのがついてました。ちょっと外しちゃったんであれなんですけども、で、これも6年ぐらい使ってます。で、正直一人暮らしの方だとあんまりこれを買うことを私はおすすめしません。一人暮らしの私が言うのもあれなんですけど、なぜかというと結構幅を取るんですよね。で、こんなにお湯全部使うことってないんですよね、一人暮らしで。で、場所も取りますし、正直電気ケトルとか買ってしまった方が安全で、すぐお湯は沸くんじゃないかなっていうのは思ってます。ただやっぱりこう6年間使ってしまうと、なかなか愛着が湧いてしまって捨てられないっていう状況に今陥ってしまってます。はい、次はヘンケルスの包丁とハサミです。これも5年ぐらい使っています。ちなみにこのハサミは本当はここに全部青い塗装があったんですけども、もう5年も使ってると全然剥げちゃって、シルバー、全体的にシルバーのハサミになっちゃいました。でもこのヘンケルスの刃物ってすごい丈夫で、やっぱ未だに切れ味全然変わらないですし、あと、まあ、お手入れしてるっていうのもあるんですけど、ずっと切れ味抜群でキッチンでは活躍してくれてます。本当にいいとこの刃物って全然へこたれないんですよね。多分まだ5年10年は使えるんじゃないかと思ってます。はい、次はトングと菜箸です。私トングすごい便利だなと思ってて、多分菜箸とか木べらとかよりも断然私トング使ってる回数の方が多いと思います。だってこれだけで挟むこともできるし、こう木べらの代わりに使うこともできますし、なんならこう細かいところまでつかめるので、菜箸の代わりにもなるので、本当にこれ1本あれば何でもできるなと思います。で、菜箸は私は結構竹のものを買うことが多いです。私的には竹が一番扱いやすくて軽いので、だいたいいつもこのぐらいの長さの竹の菜箸を購入してます。はい、続いてこちらはモノポールのステンレスピーラーです。モノポール何がいいかっていうと、切れ味がすごいんですよ。もちろん他のピーラーも使ったことあるんですけど、
このモノポールのステンレスピーラー以上に切れ味いいもの未だに出会ったことないです。で、あとデザインもすごいシンプルで、まあ、ここにくぼみがあるのでこういう風にして使うんですけども、ここはじゃがいもの芽とかをくり抜けるところになってます。でこれ使って以降もう他のピーラーに浮気ができなくなったので、当分の間このアイテム使い続けると思います。ただ一つ難点としては、切れ味が良すぎるあまりに手まで切っちゃうことがあるので、そこは気をつけていただきたいなと思います。私も過去人参の皮を剥いてて手をやってしまったことがあるので、そこだけデメリットかもしれません。はい、最後にご紹介するのがキヤの打ち出しフライパンです。これは今年の7月に購入しました。実は私初めての鉄フライパンなんですよ。今まではテフロンのものをずっと使ってたんですけども、テフロンだとやっぱり何年かごとに買い替えなきゃいけないので、思い切って鉄のフライパンを購入してみました。で、鉄のフライパンって洗剤を使えないので少しお手入れに時間がかかってしまうっていうのは聞いてたんですけども、メリットとしては大事にすれば100年ぐらい使えるというところと、あと油が馴染んだら焼き物が断然パリッと仕上がるっていう風に聞いたので、どうしても欲しくなって購入しました。で、鉄のフライパンいろんなメーカーさんから出てると思うんですけども、このキヤさんのものを選んだ理由としては、まずこの持ち手が丸く作られてます。平らなものとかもあるんですけども、やっぱり私は毎日使いたいなと思ったので、手なじみがいいこう楕円形のもの、あとこれサイズは24センチの鉄フライパンなんですけども、女性でも片手で持てるぐらいの重さです。このキヤさんのフライパンはだいぶここの部分が薄く打ち出してあるので、私でも全然片手で持つことができます。あとこの継ぎ目のところに金具がないので洗ったりお手入れがしやすいっていうところと、意外とここの高さがあるのでいろんな料理にも使えるかなと思って、今回このキヤさんのものを選びました。はい、以上で皆さんにご紹介したいキッチンツールは全てになります。キッチンツールって100均にも売ってますし、他のメーカーさんからもたくさん出てると思うんですが、私はいいものをお手入れしてできるだけ長く使いたいなと思ってます。なので先ほどご紹介した鉄のフライパンもたくさん料理をしてどんどん油をなじませていって、ずっと長く使いたいなと思ってます。で、今度今使っているツールのお手入れ方法も動画にしたいと思ってるので、もしよろしければ見ていただけると嬉しいです。皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。花森でした。